お元気様です。久留米市手術の平です。本日はですね、西南副大国立大学、そういったところをこう考えていく上で、どれくらい、数学が必要なのか、あるいはそのどういう場合に数学が有効なのか、無効なのかというようなことをですね、どれくらい大事かというようなことをちょっとやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今日はちょっと軽く流して触りだけです。で、数学メインの話をちょっと今週はやっていこうと思いますので、もしかしたら理系寄りの話になったりすると思いますから、先週は文系ばっかりだったからですね、今週はちょっと理系の話ばかりになるかもしれませんよということですね。はい、ということで今日はこれをやっていきます。はい、じゃあまずですね、これを見ていただきますと、よいしょ。はい。この子はですね、去年の動画を見られていた方はお分かりかと思いますけれども、鹿児島大学の法文学部に受かった生徒の点数です。はい、見ていただくと分かりますけれども、数学の 1A とか 2B は、数学 1A が30点、数学 2B が21点、200点満点で51点ですね。はい、200点満点でたった51点ですけど、鹿児島大学合格してます。見てもらったら分かるように、鹿児島大学 B 判定、C 判定ですよね。そんな感じでですね、要するに、文系は文系教科をしっかりやっていけば、数学とかね、そういう理系科目に関しては取れなくても、ばっちり合格しますよというふうなことをですね、先に押さえておいてください。これはもう繰り返し言い続けていることです。なんでその国立大学合格しないのか。なんで国立大学合格しないのかっていうと、数学ばっかりやってるからですよ。数学は取れないですから、さっきの見せたようにですね。はい、で、今年はたまたま共通テストの数学優しかったから、数学 1A、数学 2B、取れましたけど、それはたまたまです。はい、来年取れません。来年取れません。そういうふうに考えとった方がいいですよ。ですね、毎年の話なんですけれども、共通テストとかね、センター試験の時からなんですけども、優しかったというようなことになるとですね、もうめちゃくちゃ叩かれるんですよ。難しかったという場合も大体叩かれるんですけれども、特に優しかったという時にはですね、数学で差をつけようと思ったのに、数学で差がつけられないじゃないか、数学簡単だったちなことですね、今年は結構簡単だったから、そういうふうになりますので、そうすると、じゃあ当然来年の1月は今年数学が優しかったんですから、めちゃくちゃ難しくすると思います。めちゃくちゃ難しくしますから、どんなに数学を勉強してももう報われないと。さっきの生徒みたいにね、もう最初からもう200点満点で150点ぐらい捨てとけみたいな感じでね、それぐらいの感覚でやっておかないと、とてもじゃないけれどもきついですよと。じゃあ理系どうしたらいいのっていうようなことですね。はい。で、さっきの表の上の方に隠れていたのが、これは佐賀大学の理工学部に合格した生徒ですね、の点数ですけど、はい、数学37点、ね、1A 37点、数学 2B 38点ということで、37.5%しか取れてません。ね、合わせて、75点ですか。はい、200点満点で75点で理系ですよ。理系で佐賀大学ね、受かってますよということです。よろしいですか。はい。要するに何が言いたいかっていうと、結構ね、こうやって数学ができない子っていっぱいいるんですよ、世の中。ほとんどが数学ができない子だと言っていいと思います。いや、自分数学できもんとかいうな感じでね、偏差値70代やんとかね、偏差値80代やんとかいうような感じで言う人もいるかもしれないけども、もう私から見たらもうはっきり言って数学できない人です。はい。偏差値の70とか偏差値80とかあっても全然取れませんから、そんなもんは。もうね、偏差値が70代とか偏差値80代とか言っても、所詮それ真剣模試とかじゃないですか。真剣模試とかでいくら偏差値70代、80代取れても、200点満点で100点は取れませんよね、と。200点満点で90点台とかが関の山ですよ、っていうようなことですね。それはちょっと押さえておいてください。ですから、何度も言いますように、数学以外の科目が大事ですよ、ということですね。そうしないと、西南とか副大とかね、滑り止めで出すときに受からないんですよ。で、さっきのね、この下の方にある鹿児島大学の方に合格した生徒ですね。はい、鹿児島大学に合格した生徒ですけれども、西南副大とずらっと受けてるんですよ。これで、西南学院大学3つ出して3つとも落ちてます。はい、福岡大学は3つ出して3つとも受かってますけどね。ということは、鹿児島大学に合格するぐらいのね、当然数学を手抜きしてるんですから、この子が鹿児島大学になぜ合格したかっていうと、こういうね、日本史で89点とか、英語でね、これはもう、センター試験ですから、筆記が200点満点ですけども、もう7割とか英語取れてたりするんですよね。はい。
こういうふうに、その英語国語社会の方にバッチリ点が取れるようにして、西南も受かるというぐらいのですね、それぐらいの意気込みでやってたんですよ。だけど西南には届かないっていうことですね。はい、よろしいですか。それぐらいやっぱり西南の壁って厚いんですよ。さらに言うと、今年はもう新課程の年ですから、ちょうどね、2016年の入試がそうでしたよ。もう2016年の入試なんかもう思い出してないんですけれども、2016年の新課程入試の時にもうみんな下ろしてくるわけですよ。新課程になるかなっていうことでね。はい、2016年の1月に行われたセンター試験でしたけれども、ね、もうめちゃくちゃ難しかったです。もうみんな下ろしてきますから。うん。だから、今回もですね、さっきのところで言うところね、その数学やるよりは、もう西南に受かるぐらいの気合でもっとね、今見せた彼女よりも、その英語も頑張ると、国語も頑張ると、社会も頑張るというような感じでやっておかないと西南受かりませんよと、あの程度の点数じゃもう全く歯が立たない、西南とかはね。で、ましてや今年はさらに難しいですからね。はい、あの年は結構簡単だったから受かるはずだったんですよ。受かるはずだったけど、それでも西南は弾き返してくるんですよね。だから、なんちゅうかな、西南に合格するっていうぐらいの英語、国語、社会のもっともっと点数を上げていくようにしないと、これは西南はもちろんのことながらですね、西南とか受からなくてもいいと、ね、福岡大学受かっとけばもう別に国立大学が第一志望だから、別に私立大の方にはこだわってないですよと、西南受からんでもいいよっていう考えている人もいると思うんだけれども、実際のところですね、国立受かりたいんだったら、もっともっと英語、国語、社会の点数は必要ですよっていうことですね。はい、よろしいでしょうか。ということで、あんまりね、数学ばっかりやりすぎると、他の教科が下がっちゃうから、ね、文系も理系もね、どっちも合格するには、ね、他の教科をしっかり、点が取りやすい他の教科で頑張るということと、今年ものすごく数学優しかったから、来年は死ぬほど数学難しいですから、うん、もうどんなに頑張ってもね、偏差値の70代とか偏差値80代とかいう生徒でも、200点満点で100点はいかないだろうなと、90点台だなとかいうね、そういうふうになってきます。じゃあどうしたらいいのって言ったら、やっぱり共通テストのその数学の対策をしっかりやっていかないといけないっていうことですね。もう死ぬほど難しいです、共通テストは。もう東大、京大の問題より難しいのが出てきたりしますからね。はい。東大、京大の問題を軽く突破できるというぐらいの生徒じゃないと、ちょっと共通テストの数学とか、っていうようなところもあるんでですね。はい。なので、そこにあまり期待をかけすぎないで、これからね、ちょっと話はしていきます。これからちょっとね、どうやって数学の対策をしていくかっていうことはやっていきますけれども、まず触りとしてですね、今日は、数学以外をしっかり取っておけば、簡単にね、国立大学ってそれぐらいで合格するよと。で、福岡大学とかもね、合格するよと。問題なのはやっぱちょっと西南の壁はかなり高いから、通常の状況でも西南突破するのは厳しいよねということですね。で、あと大体言ってくるのがね、やっぱ福岡大学のそういう難関学部ですよね。はい、西南は難しいとして、福岡大学の英語学科だとか、歴史学科だとか、心理学科だとか、あるいはその理系の方であれば、薬学部だとか、建築学科だとか、医学部を受けるんだとか、なんとかかんとか、そんな難しいところは、その国立大学に受かるぐらいの力では、ちょっと歯が立たないっていうところもありますからですね。うん、もちろんその国立大学の医学部に受かるんだったら、あるいは国立大学の薬学部とか建築学科受かるんだったら、福岡大学の、ね、医学部、薬学部、建築学科受かるかもしれんですけれども、もう半端なことじゃないですからね、もう血へどを吐きながら勉強しているような生徒たちが、血へどを吐きながら、しかも浪人までして、そこまでやっても、それでも結局届かなかったっていうような、それぐらい大変なところですから、やるとするならば、要領よく、ね、もうここだけやるっていうような形をしっかりやると。だもうさっきのね、生徒たちみたいに、私の教え子たちはもう徹底されてますから、そういうことがね。だこの動画だけではちょっと伝わらないんですよ。うん。だから、最近ね、オンラインで入会された県外の生徒さんなんかも、上の子がね、大学受験をする際に、この動画を見させていただきましたと。で、残念ながら、国立大学と西南学院大学は受からなかったけど、なんとか福岡大学は受かりましたということで、下の子はちょっと、正式にね、入会した方がいいだろうということで、オンラインでですね、入会をしていただきました。はい。ということでですね、なんちゅうかな、この画面越しではちょっと伝わりにくいかなというところは確かにあるんですよね。しっかりとね、私の教え子たちみたいに、やってもらえれば、
まあ、なんとか突破できるかなっていうようなところはあるんですけども、まあ、今年はですね、とんでもなく難しい年になりますので、はい、もう下手にね、できもしないようなことを、もう布施高校とかラサール高校のトップクラスの生徒でも、絶対それはできないよねと、東京大学とかに受かるような生徒でも、ちょっとそれは無理だよねっていうようなことを、大概ですね、福岡県内の子たちっていうのは、情報がないから、それやっちゃうんですよ。あれ、それやっちゃだめだよと。これやったら100年浪人したってちょっと大学受からんよみたいなね。100年あればまあなんとかなるかな。もうその前に寿命が来てしまうと思うんですけど、はい、成人式が来てもまだ浪人してると。ね、30歳になったけどまだ浪人してるというような子たちですね。やっぱりいるんですよ。そういうことがないようにしてほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、いかにしてその西南福大国立大学を突破していくか、もう鍵になっているのは数学ですよと。数学でね、下手なことをするとまずいから。でもね、今週はちょっと数学スペシャルでいきますけど、今週はね、数学スペシャルでいきますけれども、数学でちょっとね、頑張らせないと、さっきもちょっとね、数学以外で頑張りなさいよっていう話をしたんですけれども、数学以外を頑張ってたからっちゅうて、じゃあ、なんとかなるかっていうと、なんともならん人もいるわけですよ、なかなかね。高校生の時の私みたいに、数学が得意だと、数学以外は苦手だと、数学だけが得意なんだっていう生徒だって、中にはいると思うんでですね。はい。まあ、そういう生徒用の話もちょっとですね、今週は含めた上で、ちょっとね、先週はもう文系スペシャルでやってましたから、今週はちょっと理系スペシャルでやっていこうかなというふうに思っております。はい。ということでですね、今日言いたかったことは以上です。さあ、後半戦、残り、まあ、12分経ったところですから、何やっていきましょうかね。あんまり考えてないんですけれども、考えてなかったんですけれども、はい、ですね、この前ちょっと免許の話をしましたね。で、今朝はちょっと大牟田の経営者の方とですね、若い経営者の方とちょっと話をして、まあ、ちょっと経営相談があるということですね、話をして、前にもちょっとですね、その方から、この YouTube とかでね、こうやって上げるときに、利用できるような映像、動画をですね、ちょっと欲しいっていうようなことで、プレゼント、ただで欲しいっていうようなことですね、なんだ、ドローンで、空中撮影とかをしたやつを、もらったんですよ。うん、で、実はあれもですね、これから日本ではドローンを操縦する、そういうふうなその資格、免許みたいなのが免許制になるみたいなんですよね。うん、だから、ああいうのもですね、免許取っとった方がいいと思います。もうこれからですね、どこの企業もそういうふうな、なんちゅうのかな、ドローンとかを使ってのいろいろなそういう免許を持ってる人を雇いたがりますから、そういうふうな意味でですね、まあ、前にも言いましたけれども、教員免許持ってた方がいいよとかですね、まあ、自動車の運転免許ぐらいはみんな持つと思いますけどですね、で、そういうふうなその免許を持ってる人じゃないと就職できませんよみたいに、まあ、なっていくところがあるわけですよ。だからそこに腕を突っ込んでいった方がいいと思います。はい。でね、免許がなくても入れますよっていうところは、ものすごいブラックになります。ものすごいブラック企業、ブラックな職場になりますので、もうほとんどね、免許がなくても入れるっていうことは、誰でも入れるっていうことです。例えば、この学習塾ですね。塾とか予備校っていうのは、免許がなくても就職できるわけですよ。力さえあれば。ということで、私なんか教員免許持ってるけれども、意味がないんです。教員免許なんか持ってても、この業界に入る上ではですね、教員免許がある人だけしか入れませんっていうことはないんで、だからそういう点では、その免許があるところじゃない、免許のある人じゃないと入れませんっていうようなところであれば、もう本当ね、他のライバルが入り込めませんから、それだけ楽なんですよ。入った後とかも楽なんですよ。免許がないとダメっちなんですね。免許を持ってるような一握りのそういう人たちだけしか入れないというふうになりますからね。うん。規制がかかることになりますから。もう今、日本でね、規制緩和というふうに言われているわけですけれども、まあ、そういうふうな規制のあるところっていうのは、そういうね、免許を持ってない人、資格を持ってない人たちが入り込めませんから、大丈夫ですよっていうことね、一つにはそのドローンの免許ですね、前言っていたのはもう教員免許ですけれども、こういったのは割と簡単に取れるものですからですね。
頑張り次第では。もうそういうの、医師免許だとかね、お医者さんの免許だとか、薬剤師の免許だとか、なんかそういうふうなのになると、ちょっとこれはもうそう簡単にね、手に入れられるようなもんじゃないので、難しいと思いますけれども、まあまあ、割とね、なんとなく取れるっちゅうのはいいと思います。東進衛生部校に安越先生っておられるじゃないですか、英語のね。東進の安越先生なんかが、まあ、2000年の頃に言ってたのが、資格ゲッターとか言ってね、自称資格ゲッターということで、安越先生でも免許とか資格を取りまくっててね、ヘリコプターの、操縦免許とかね、そんなのどんどんチャレンジしていかれてたわけですよ。自分のあの先生がね、うちに入れてる学びエイドでいうところの、河合塾の山下良徳先生みたいな感じの授業をされるんですよ。つまり、詰め込み暗記とかですね、こういうふうにして覚えてったら覚えやすいよとかいう感じでやられる先生なので、そういう覚え方とかのテクニックができている先生ですから、それをそういう資格試験とか免許試験にそのまま応用するというようなことで、自分のやり方はやっぱり正しかったっていうようなことをずっと免許とか資格を取りながら実証していってたっていうのがあってですね。はい。まあ、そういうのは非常に面白かったなと思って見てましたけどですね。だからもう資格とか免許とかね、取っていったらいいと思います。もう、私が大学1年生の時に車の運転免許を取ってた時に、車の運転免許のその試験があるわけですね。で、こんな簡単じゃないかと思って、私はね、もうその高校入試とか大学入試に比べれば、こんな車の運転免許なんてめちゃめちゃ簡単じゃないかというふうに思って試験を受けて、で、合格者バーっと、電照掲示板でね、合格者のところは番号に、自分の番号にこう、それぞれランプがバーッとついていくんですけども、これ落ちる人いるんだみたいな感じでね、結構ランプがついてないっていうのがですね、ありましたからですね、やっぱある程度その資格免許っていうものがあるかないかっていうのは大きいです。で、結構ね、塾講師とか予備校講師なんかで車の免許持ってない人いるんですよ。うん。これ結構入社する時の、障害になるんで、まあ、塾や予備校、免許がなくても大丈夫というふうに言いましたけども、やっぱ自動車免許ぐらいは必要でしょうね。そうしないと、なんちゅうかな、最初から一つの校舎にずっといられるっていうわけじゃないんですよね。うん、特に人気講師とかであれば、なおのことですね、車でこうあっちこっち移動したりしてね、今日はこっちの校舎、今日はあっちの校舎みたいな感じで、ここ動いて回ったりとかするわけですから、そういったのもですね、免許があるかないか全然違います。就職できるかできないかっていうんですね。うん。だからそういう点では、やっぱりですね、特にみんなが理系とか言ってね、理系に行きたがる理由っていうのは、理系に行くと免許が取れるからっていうようなことではあるんですけども、理系で取れる免許っていうのはあくまでそれだけっていうふうな免許になっちゃいますからね。薬剤師だけの免許とかですね。あるいはなんていうかな、お医者さんだけの免許っていうような感じになっちゃうので、必ずしもその理系に行くことだけが絶対の正義っていうわけじゃないと思うんですよ。文系であってもね、免許はいろいろ資格とかも取れるわけですから、やろうと思えばね。で、私なんかは大学は数学科でしたから、数学科っていうともう大概クラスの8割ぐらいの生徒が、まあコンピューター関係の免許を取りに行くわけですよ。情報処理検定何級とかですね。ああいった感じのを取りに行くんですけど、私は全く取りませんでした。それは。まああくまで希望者だからですね、ああいうのは。うん、希望者なので、まあやりたい人がやればいいと。自動車免許みたいな感じでね。やりたい人が取ればいいというような形で。私はもう教員免許一本でしたから、もう教員免許に勉強時間を集中していたので、そっちの情報処理関係のですね、コンピューター関係の勉強にはもう一切時間は使わずにですね、やり過ごしてました。もう、応用数学科、なんで普通の数学科じゃなくて応用という言葉がつくかっていうと、コンピューターもやってもらいますっていうような意味でね、もう強制的にコンピューターの授業が必修科目になってたんですよね。それが一つか二つあったんですけど、まあそれだけやれば、もうあとはもう好きにしていいというような感じで選択科目になってましたから、もう取らないみたいな感じでね。もうコンピューターの授業は選択科目を取らないと。で、教員免許の、教員のその選択科目を取るっていうような感じをやってましたけどね、私の場合は。そこら辺に関しては、取るか取らないかっていうのはあると思うんですけれども、文系の生徒でも結構ね、そういうふうないろいろ、情報処理検定だとかなんとかね、必ずしも大学で授業を受けてないと
れないとかいうものでもないですから、自分なりにいろいろね、チャレンジしてみたらいいと思います。もうそれこそね、なんか今の若い人たちなんかも本当ね、こういうふうな映像とかをいろいろ作ったりするようなのも、すごく高度なものを作れたりしてますよね。もう特に免許とか、ああいう資格もなくてもこういうの作れたりするような人たちっているわけですよ。まあ私もこんな感じでやってますけどですね。こういうのも全然免許も資格もなくても、簡単なパソコン知識があれば作れるからですね。うん、まあ、そういう形でですね、なんちゅうかな、これから多分その大学、まあ、今年の高校3年生、大学も難しくなるんですけど、今年の高校3年生に限ったことじゃなくて、もう小学生、中学生、高1、高2生なんかも含めてですね、これからちょっと厳しい状況に日本はなっていきますから、やっぱ少しでも免許とか資格とかを持っておいて、で、これから世の中どういうふうにね、ガラガラっと変わっていってたとしても、なんとかそれに対応できるようなものを持っておいてほしいなというふうに思いますね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせと電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。